鳥越さん、これなんだかわかりますか？建物だということはわかりますけども。大聖堂です。ケルンにある大聖堂ですね。ああ。とってもでかいやつです。そして、こう、すごいギザギザで、ちょっとごついやつです。まあ、典型的な、はい。バロック建築ですかね。いや、ゴシック建あ、ゴ築シックです。すいません。間違いました。ゴシック建築ですね。典型的なゴシック建築ですね。ギザギザが大量にあるはい。あ、これ模型ですからね。っていう。はい。あともう一つ、ああ。ね。こちらも、ゴシック建築。典型的なやつです。そちらなんかスマートですね。こちらは、パリのノートルダム大聖堂。有名なやつです。ロマネスク建築も、の模型もあるんですが、あんまりいいのが見つからなかったんですよ。ロマネスク建築ですよ。すっきりしてますよね。そうですね。今日はですね、ロマネスク建築とゴシック建築の違いについて述べてみたいと思います。建築様式の違いを知るっていうのはとても大事なことなんですよ。ヨーロッパに旅行しても、なんとなくヨーロッパ風の建物があるなというだけで、大きくてすごいなって思って帰ってきてしまいますが、そんだけじゃもったいないと。そうですね。ちょっとだけ知ってると頭に焼き付きますのでね。で、違いが分かると、帰ってきたとき、ごちゃごちゃにならずに、あれを見た、これを見たという。ああ、そうですね。整理ができますよね。はい。まあ、知ってる分だけ見て帰ってこれるとよく言いますからね、旅行のときは。そしてさらに、建築様式って、要するに美術の歴史みたいなものですので、その歴史の変わり目みたいなものも分かるというわけです。はい、で、美術の歴史っていうと、どうしても絵画のとか彫刻のことばっかり考えてしまいますが、まあ、特にこう古い時代ですと、まあ、どっちかというと建築中心で、彫刻も絵画も付随物みたいなそうですね。ものでしたからまあ、ね。一体化してるっていうか、まあ、くっついてるっていうか、そういうもんですからね。で、それは実はこうルネサンスとかバロックとかに来ても同じようなことが言えるんですが、まあ実物見ないとなかなかわからないんで、その辺が。ちょっとわかんないですけどもね。まあ、美術の歴史長いですが、その中で、ロマネスクとゴシックというので、ちょっと違いを見てみるというふうに勉強してみたいなかなと思います。もう根本的にというか、もう初歩の初歩的な質問しますが、はい。時代で言ったらどっちが古いんですロマネスクの方が古いですね。か？ああ。それが発展していって、ゴシック建築になっていくっていうことなんですね。そうです。じゃあ、ちょっと、年表ということではありませんが、おう。時代区分を、まあ、表にしたものを見ながらお話ししたいと思います。まあ、ざっくりとした年表ですけれども、まず古代っていう世界がありまして、古代ギリシャ・ローマ時代ですけれども、すごい建物いっぱい残ってまして、彫刻もいっぱい残ってますね。なんですね。まあ、大変文化的に豊かな時代だったわけですが、ローマ帝国が、まあ、5世紀頃に崩壊するわけですよ。西ローマ帝国の方が滅びるんですね。東ローマ帝国はビザンチン帝国って言いますけども、まあ、その後も長く続いていくんですが、西ヨーロッパの方はローマ帝国崩壊した後はちょっと混乱した時代に入って中世になるわけです。で、最初の頃は初期中世というふうによく言いますけれども、古代ローマ時代は外敵から軍隊が防衛してて、で商人とかが自由に行き来できてとかいう時代でしたけれどもね、まあ、そういうのもなくなって、ちょっと旅行するのも命がけみたいな感じで、まあ、混沌とした時代を迎えたわけですね。そうですね。で、まあ、11世紀ぐらいにですね、ロマネスク様式って今の時代で呼ばれてる建築物が立つようになってくるんですよ。建築がその指針というかその基準になってるんですか？その時代の呼ばれ方の。多分建築ですね。まあ、絵画とか彫刻もあるんですが、まだそこまでその地位が確立してないっていうような感じでしょ？その頃の絵画っはい。つったら。
それは後々触れてみたいと思います。はい。で、突然、西ヨーロッパ中で、うん、同じような様式の建築物が作られるようになるんですよ。うん、あ、不思議なんですけどもね、うん、建築家が渡り歩いたのかもしれませんが、うん、急にちょっと共通した要素を持ってる教会とかそういうのがこう立ち始めるんです。あ、うん、それがロマネスクの始まりみたいな感じなんですか。はい、ロマネスクの始まりはそんな感じです。なるほどね、はいはい。ですからヨーロッパ的なものがちょっと共通性が生まれてきたという、うん、なるほど、ことも言えるかもしれませんが、あ、ちなみにロマネスクっていうのはこのローマ風のっていう意味らし、うん、はいはい、あの言葉の意味はそういう感じらしいです。あ、ただポジティブな意味じゃなくて、ちょっとあまりうまくいってないローマ風みたいな風に、うん、ちょっとネガティブな意味で最初はこう読んでたみたいですけども、あ、なるほど。ただ他の時代もあのゴシックとかバロックとかも最初はちょっと悪い意味で使ってた言葉ですけどもね、うん、まあ、いつも一緒なのかもしれませんが、うん、でこちらが、まあ、ロマネスク建築の一つですけども、はい、なんて言いますか、この頃あの修道院の全盛期なんですよ。あ、バラの名前の回とかでちょっとやりましたが、はい、修道院で、まあ、文書が作られたりとか、はい、まあ、絵画とか挿絵とかそういうのを作られたりとか、うん、写本のですね、はい、写本ね、結構文化的なものを修道院が担ってた頃ですけれども、うんうん、ですからどちらかというとちょっと都市というよりは修道院があるような、うん、こうちょっと離れたところにあることが多いですけどもね、うんうん、まあ、都市にも結構ありますけども、うん、まあ、これ同じ修道院の写真ですけども、はい、うん、天井がアーチ型になってますよね、はいはい、で窓って言ったらいいんだか分かりません、ね、まあ、窓なのか穴なのか、うん、それもこう綺麗な丸い半円のアーチ、ね、そう、あ、そうですね、うん、で壁がちょっと太そうですよね、あ、太いっていうか厚そうですね、うん、で柱も結構太くて、はい、丸いやつがどっしりしたやつがこうついてます、うん、全体的に重そうな感じが、そうですね、中もなんかひんやりしてそうだし、はい、うん、でちょっと暗いかもしれませんね、うんうん、でこれは、まあ、別の場所だ、教会だったと思いますが、はい、天井です、うん、こちらもアーチ型になっていまして、まあ、補強のためにそうやってるんでしょうけど、綺麗なアーチになってますよね。で柱のところもアーチになってますね、うん、なんかアーチが組み合わされてできてるような感じですね、うんうん、でちょっと小さい窓がこうついてると、うん、アーチのところモザイクになってるんですね、左側の、はい、左側のアーチはモザイク、あ、いやモザイクじゃないのか、書いてるのか、なんか書いて、うん、なんか彫ってるかもしれない、なんか模様がついてますね。でこれもロマネスク様式の教会です、うん、これは結構田舎の方にあって、うんうん、で巡礼者とかが訪れるとこですかね、うん、扉の上の方にこういうのが彫ってあります。あ、これ最後の審判ですね。あ、まだこれは顔料が残ってますね。そう、色カラフルにきっと塗られてたんでしょうがね、うん、まあ、遠くからやってきて入ろうとするときにこういうのが迎えてくれるわけですね、うん、でこれも扉の上の方、綺麗な丸いアーチになってますね、はいはいはい、でこちらは結構でかいやつですが、うん、これドイツアンリッシュパイヤー大聖堂です、はい、まあ一応これもロマネスク、一応と言いますかロマネスク建築の代表的なやつですが、うん、まあ先ほども言いましたが、あの見た目すっきりしてますね、うん、そうですね、入り口にも丸いアーチがついてあります。で今まで見たのはあのアルプス山脈より北の方のやつですが、はい、南のイタリアのロマネスク建築の、うん、まあ、代表的なものといえばこちらの、うん、ピサーノ大聖堂ですね、はいはい、ちょっと横に斜塔がありますが、ね、まあ、斜塔の方が有名ですけども、そうですね、あの本当は大聖堂の方がすごいんですよ、うん、中とかもね、あのものすごいんですが、中の写真はちょっと用意してなかったですけどもね、まあ、ちょっと雰囲気違いますよね、うん、
そうですね。なんか明るい感じがしますね。そうですね。柱もなんかいっぱいあるし、ちょっと複雑に見えますね。まあ、北と南の文化の違いですかね。うん。気候の違いかもしれませんが。まあ、それもあるでしょうね。今見てきたのが、このロマネスク建築。まあ、ロマネスク様式の建物ですけどもね。うん、で、だいたい13世紀ぐらいから、ゴシック建築が建てられ始めてきます。うんうん、で、まあ、先ほど模型で見たケルン大聖堂。はい、これはマッチ。でかいですね、これ。でかいですね。これは本当にでかいですよ。何年かかったんですかね、建てるのに。まあ、これはどうかわかりませんけども、本当に何百年もかけて建ててることっていうのが多いです。で、結構、ごちゃごちゃしてますよね。うん。針みたいな柱がいっぱい立ってる。そうですね。なんか上に上昇するような感じがして、すごい高くなってるっていうのがまず特徴になります。うん、はい。ゴシック建築のですね。うん、これは中ですが、はい。中もね、だいぶ上の方に、高くなっております。うん。まあ、とにかく重力を感じさせない感じで上の方に行くっていう、うん、うん。イメージを目指して作ってるような感じがしますね。うん。まあ、実際これ天井も高いんでしょう。ロマネスクの時代の建築より。高いですね。かなりの高さのビルがすっぽり入るぐらい高いです。うん。大きく大きくしたかったんですね。そうですね。まあ、天井の国を聖堂の中で再現したいっていうイメージもあったみたいです。はいはいはい、でこうやって見てみますと、はい、柱がちょっと細くなってる感じがしますよね。うん、そうそうですね。すごい細くなって、うん、で、重さを感じさせないような感じにしたかったと思うんですが、うん、横にくっついてる柱もずーっと伸びて天井までつながるようになっておりまして、うん、それも上昇していくような感じに見える効果を持っておりますが、でも実際に本当に柱が細いかどうかっていうと、うん、細い柱みたいなもん風に形を作って、はい、一本の柱にしてるようなところもありますけど、はいはいはい、見た感じこう細く見える、うん、まあ高くなったんでそれだけのこの重量を支えなきゃいけませんからね。ですよね。で窓が大きくなってますよね。はい、縦長になってます、はい、でロマネスク建築あれアーチ型ですので、はい、アーチを支えるために壁を厚くして窓をちっちゃくして、うん、で、はい、なんとかアーチを支えてるわけですけども、うんうん、ね、それやめちゃって、こう、ガラスにして、窓をね、大きくとって、それでも、それでさらに高く、天井を高くして、それでも支えられるという工夫をね、はい、できるようになったんですよ。うんうん、やっぱでかいですね。いいですね。周りの建物とかが、すごい低く見えますからね。ちゃんと高さ制限してあるんでしょうね。そうかもしれない。こちらはパリのノートルダム大聖堂、はい、うん、先ほど模型で見たやつですね、はいはい、これもごちゃごちゃしてますね、はい、ごちゃごちゃってどうかごちゃごちゃしてますで中も先ほどと同じ特徴があります、うん、じゃあこのホワイトボードでですね、はい、ロマネスク建築とゴシック建築の、うん、違いをちょっと説明してみたいと思います、うん、はい、特にアーチの部分ですね、うん、でロマネスク建築の方はですね、はい、まあ、仮にこういう感じで壁がこうありますと、うん、石を積んでこう壁を作りますよね、はい、でアーチを作るときは、うん、まあ、木かなんかでこういう感じでこう枠をこう作っておきます、はいはい、でそこに石をこう乗せていくわけですね、こんな感じで、よくここ、キーストーンとか言いまして、うん、まあ、要石ってやつですね、うんうん、まあ、でこういうふうに並べまして、でこの後にこの木を取り去る、支えていた木を取り去るわけです、うん、でそうするとこうがっちり固まって崩れないというのがアーチの仕組みです、うんうん、はい、で別にロマネスク建築関係なしに、アーチの作り方ですけどもね、うん、まあ、こういうアーチ、まあ、ロマネスク建築、ゴシック建築に比べれば大きくないですから、でも結構でかいですからね。うん、
結構っていうかかなりでかいやつもありますから、うん、石で作って出ますので、かなりこう重たいです、うん、まずこう下にかかる重さがこうすごいある、うん、でその他にですね、このアーチの時はこう横にこう広がっていく、広がって崩れるこう力も出てくるの で、はいはい、でそこもよく考えておかないといけないと、うん、ですから結構壁の厚さを厚めにして、でさらに窓をあんまり大きく取れないと、まあ、ロマネス建築、先ほど見てきた画像のような感じになるわけですけどもね、はい、ちなみにここは綺麗な半円ですね、うん、でゴシック建築の方ですが、はい、壁がね、壁を細くすることがまずできて、はい、実際薄いみたいですね、うん、まあ、見かけ上薄くするっていう工夫も先ほど見たようにされてるんでしょうけど、うんうん、されてるんですけども、はい、で、アーチが尖ってましたよね。ですよね。これ変わるんですよね、アーチの形が。こんな感じのアーチになると。うん、で、尖ってるやつを、うん、先頭アーチ、はい、というふうに呼びます、うん。この場合ですね、やっぱり下にかかる力と、それから横に広がる力がかかりますのでね、うん、はい、で窓を大きく取って壁も薄くしたので、こうこれだけですと崩壊するわけですよ、うんうん、でそれをしないためにどうするかっていうと、はい、こっちにちょっとね、こう別の柱を作って、うん、支えるための柱ですね、はい、こっちにもこう、ああ作ると、でさらにこう2段階ぐらいになっていることもありますね、うん、はい、でこれのことをフライングバットレスっていう言うらしいです。ああ、フライングなんですって。フライング、フライングバットレス、バットレス、はい、バットレスって針のことですけども、うん、まあ日本語で言うと針ですが、うんうんうん、建築、家とか普通に建てても水平に屋根のところに棒がついてるじゃないですか、はい、うん、棒っていうか柱がついてるんです。ぶっといのがね、ありますね、長方形の部屋だったら、うん、こう短辺の方にこう連続して水平に、はい、屋根の下の部分についてるのが梁ですけども、うん、まあ、あれの見えてる梁ですよね、うんうん、外側につけちゃったんですね。はい、で実際には、なんでしょう、側楼みたいなのがこう、あったりとか、こう、はいはい、構造はありますので、こんな感じになりますけども、まあ、ちょっとザザッと書きましたが、はい、まあ、これによって、まあ、大きな窓と薄い壁と高い天井っていうのを実現できたと。うん、あとは大きなステンドグラスですね。うんうん、一番最初の目的はやっぱり大きくすることだったんですかね。うん、先ほどは説明しませんでしたが、はい、都市のど真ん中にあったじゃないですか、はい、ゴシックの大聖堂、うんうん、で、まあ、13世紀とかゴシックの聖堂が建つ頃になりますと、うん、都市に人が集まり始めるんですよね、はい、修道院よりも都市に が主役になってくる頃の時代ですの で、うん、で特に、まあ、田舎だと農家のこの長男がこう農家を継いで、で、うん、それ以外はこうどっか仕事探さなきゃいけないということで、うん、こう都市に出てきたりとかっていう人が出てきて、で人口が増え出して、はいはいはい、まあ、都市も大きくなるわけですね。そしたらその人口が入るくらいの制度がないという感じにもなってくるし、その都市ごとにあっちの都市よりもちょっと高いやつを作んなきゃとかっていうふうに、ちょっと対抗意識が出てきてます。教会が見え張ってどうするんだっていう気もしますけど、まあ、もちろん、その大聖堂っていう意味自体は、司教がいるところっていうんですかね、司教座ですからね。うん、まあ、まあ、もちろん、その、権力者って言ったら申し訳ないですけども、うん、の意向もあるんですけども、うん、まあでも、都市にやっぱり人口が非常に多くなってきて、はい、っていう時代で、まあ、そんだけものが立つようになったんですよね。うん、でこれ、ノートルダム大聖堂の断面図ですけれども、はい、
まあ、詳しく書くとこんな感じになってるというわけです。これはまた複雑ですね。まあ、フライングバットレスのところですね。うん。まあ、多分計算で、こういう構造になったんでしょうけど、大力の計算を多分してると思うんですけど。立ててる途中で倒れてる例もいっぱいあるらしいですけどね。結構あれですかね、やっつけ仕事だったんですかね。で、これが、ノートルダム大聖堂の写真が、ウィキペディアにありましたので、はいはい、これ、作るって言っても結構大変ですよね。すごい細いですよね。で、これはうまくいかないと、すぐポキッといっちゃいそうですけど。こちらはケルンの大聖堂のやつですかね。うん、もう、うん、その支えるところにも、その衣装が、ね、なんか模様をつけたりして。はい。もう、シャレっ気が半端ないですね。まあ、基本的には内部の、この、見え方を、こう、ステンドグラスとか使って、こう、荘厳な感じにしようというふうにして、うん、で、外は、まあ、そのために、ごちゃごちゃになってもいいというふうに考えを切り替えたんですが、でも、ごちゃごちゃになってるのも、うん、まあ、パッと見た感じ、木が立ってるような森のように見えなくもないんですが、うんうんうん、まあ、これが昔のヨーロッパはあの森がいっぱいありましたからね、はい、田舎から出てきた人がこう森をイメージして都市でもこうちょっと懐かしく感じるようなこともあったんじゃないかなと言われております、うんうん、でこういうようなステンドグラスをつけられるようになったというわけですね、はい、うんうん、